はい、どうもココタスです。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、連盟対抗、連盟対抗ツイッター杯の、敗者復活戦ですね。こちら、トゥーキックさん将棋愛好クラブ対、ゴルコン XX やっぱクルリンパスよねということで、藤井聡太四冠さんと、常盤さんですね、ハイレベルな戦いになりそうですね。スパスタ4同士ということで、楽しみでございます。こちら無制限の試合ですね。はい。で、将棋愛好クラブさんは、我々の、ゴルコン XX の球技部と対戦をしていただきまして、で、まあ我々が得失点差でね、ちょっと1点差で敗れてしまっていましたということで、はい、どちらも、ぜひね、頑張っていただきたいと思っておりますが、まず、はい、将棋愛好クラブさん、藤井聡太四冠さんが、攻めていきます。いきなりクリティカル出てますね。タイガーボランから、はい、こちらはどこに出していくか、ナテイさんが止まって、お、ここは弾く、シュナイダーのパス弾いてますが、なんとマーガスに当たってしまうと。はい、マーガスくんね、ゲルマンコンビボレツンでありまして、アルベルトですね。まあ、このアルベルトのシャットアウトカットが、どうでしょう、止められるんでしょうか。わあ、ここはもう、絶対的な不利ですね。藤井聡太四冠さんが、はい、ファーストシュート一気に抜いてきます。ゴールキーパー、赤島津くんなんでね、属性が不利と。これいきなりピンチですね。さあどうだ、浮き玉ですしね。あとポスト、これはポスト、時はさん、ここは助かりましたね。ではここから反撃に出ます。グランディオスにパスが当たってリバウルとマッチアップ。で、スカイホークカットを封印しております。サブマリンディフェンス2枚積みですけども、ここはね、パスカットうまく封じました。はい。リバウルは、ここはね、通常のパスカット、スタミナオンゾーンですね。ルーラーパスどこに出すか？これは中央ですかね。お、左サイドまで行きました。スタインまで行きます。スタインは、スタインプレブライアンサポートついてますので、藤井聡太四冠さんは素早いパスカットがあって、ここはタックルがね一つ封じてますけども、パスカットタックルどちらも残っています。さあどうなるか。ここはワンツーできましたね。はい、スタインの守備の方はノーマルタックル。さあブライアンどっちで来るか、パスカットかタックルか。ここはタックルで、ここね、時はさん読み勝ちです。花咲く大地の失踪で、抜けていく。ここから、ナトゥレーザー、すぐにスタインに戻してタイガーボランとマッチ。タイガーボランのパスカット封じてます。S 技の方ですね、封じてますが、どうでしょう。A 技のパスカット残っております。タックルも2枚積み。ここで、時はさんの方が全力つきました。スタイン君、ソニックパス読み勝ち。さあ、どこに出すか。中央、これは、ブライアンまで通るか。こっちさん、頭抜けて、ブライアン。ここで、トラップ。さあ、ゼロ距離。あ、ここはどうするんでしょう。ラトゥーレーザーじゃなくて、シュナイダーかな。ソニックパスで、シュナイダーですかね。カルツの頭を越えて、シュナイダー。ここはもちろんトラップで、反動収束陣ファイヤー行くか。行きますね。さあ、大チャンス。属性はシュナイダー有利。ただ、三浦くんでしたね、ゴールキーパー。渾身持ちですね。さあ、どうなる？先ほどはね、逆の展開でゴールポストに救われている時はさんですけども、今度はどうなるか。ミューラーくんね、しっかりと幻のキーパーの伝説進んでおります。
マサイルが612、ハンドシューズグリファイアは545、ここで藤井聡太四冠さんも全力つけます。どちらもリンクリーパーセンテージはゴールキーパーの方が 63%。 これ十分入る可能性ありますね。さあどうなる、ここは止める。さすがだぞ、お互いね戦い合っております。やはりミューラー君初段とても強いですね。さあここからロングフィード、マーガス君に渡って中央、ここに出すか後ろ、タイガーバランスね。これただ3マッチ、どうなるか。失礼しました。まあここはどうでしょうかね。雷獣パスも1本来るか。ただアルベルトもいます、ゴッザさんもいます。やはり雷獣パスできましたね。はい、ナチュレーザーは念のためアンダーディフェンス。ただやはりアルベルト強い。さあカットしてクルリンパ、スタインからすぐに出して頭の上越えない。ここ拾ったのは藤井聡太四冠さんですね。前半終了となります。どちらもシュート1本ずつ、とても見せ場のある、ね、展開でした。はい、で、藤井聡太四冠さんは絆が 46%、 常盤さんは 46.5%、 0.5% 差です。ここはねどういう風に交代枠使ってくるか。まあ、これね、どうでしょうか。ゴールキーパーは鹿島津くん、まあ、交代枠としてはサリナスがいますね。で、まあ、フォワード4トップ、前線がシュナイダーとマーガスが中央にいますので、さあどうでしょうか。ここは選手交代なし、お互いにそのままずやんと同じです。はい、時田さんの攻撃、ダビからカルツダダダして、はい、ダビに渡りました。冷静ですね。マーガスとマッチ、マーガスは強烈なタックル技しかないので、ここは迷わずにパスを出します。絶妙なるクロスで、足先は右サイド、グランディオス、グランディオスはシュナイダーマッチ。ここは技封じておりませんが、どうでしょうか。カイザータックル、カイザーパスカット、どちらも積んでおります。ね、グランディオス君の封印が 50% でしたっけね。ちょっとね、発動率が微妙なんですよね。自分も使ってますけども。さあ、どうする？カイザータック、お、ルーラーパス。ここ読んでましたね、時田さん。出し先は右サイド。これはシュナイダーまで出しそうですね。シュナイダーから後ろ、アルベルト、ダビー。で、サイド、ここでマーガスとマッチ。マーガスのスタミナを削ってくる作戦でしょうか。ここはやっぱりね、戦略家ですね。冷静に後ろに戻すと。で、ダビが、絶妙なクロス、絶妙なるクロスで、普通のパスカットですね。はい、リバルの頭を越えて、サイド、グランディオス。ブライアンとマッチ、ブライアンはやっぱり封印していない。さあ、ここまたじゃんけんですね。ほんとグランディオス君の封印じゃなくて、あ、封印か、発動率がね、なかなか微妙ですね。今度もルーラーパスちゃんと読み勝ってきますね。ブレイクタックルを使ってますので、ここはシュナイダーに出していく。カルツの頭を越える。さあ、ここは浮き玉になってしまったか。おそらくね、ちょっと前に出したかったんだと思いますが、残念ながらここは浮き玉でマッチをされてしまいました。ね、浮き玉じゃなければね、マッチで向かったと思いますが、まあ、ファイヤーはパスしていきますね。で、ポッツァさんダイナミックパスカットで、しっかりとここはパスカット。さあ、左サイドをどこに出していくか。真ん中のリバウルでしょうか。通って、リバウルからすぐにシュナイダー。シュナイダーはアルベルトとマッチアップ。シュナイダーのスタミナ的にはどうでしょうか。アルベルト君のパスカットでね、ドリブルも止められちゃいそうな気もしますけども。リルバンヘッドワンツーとカイザーステップありますので、どうする。カイザーステップできましたね。
ただやはりアルベルト君強いっすね。パスカットで弾いていきました。スローインとなりまして、あ、ここは常盤さんですね。アルベルトから後ろでカルツに回す。やはりここもしっかりとね、マーガス君にマッチで、ここもね、タックル次に、ね、1枚しかないのでパスでいくでしょう。通すのはどこに出すかですね。ナトゥレーザまでいけるのか、まあ、左側でスタインに出すのか。さあ、どこに出すか。これはやはり、あ、ここはタイガー、スタインですね、あれね。で、パスカット。で、ここパスカットをうまい具合に封印してますので、さあ、攻撃が有利に働きそうですね。ここはしっかりとね、確実にドリブルかわしていきまして、もちろんここはパスでいきます。で、藤井聡太四冠さんはパスカット、普通のパスカットにしておりまして、頭を超える、アルベルトを超えて、ナトゥレーザはピョン。うまいですね。冷静です。はい、ドライブパス。こう出し先はやはりブライアンか、それともシュナイダーまで行くか。まあ、一旦ブライアン挟むでしょうかね。前半と同じように。うん。で、属性的に、あ、ここはトラップで行きました。はい。ここはしっかりとあれですね。ペナルティエリアにシュナイダー入ってくるところを待った感じですね。で、カルツ君の頭を越えてシュナイダーにパス行くでしょう。そうですね。さあ、チャンス。ここで、シュナイダートラップからの、全力がつかないか。ここはね、スタミナを減らすのと、もしかしたら全力を待ってるのかもしれないですね。さあ、ナトゥレーザじゃないや、リバウルとマッチアップしました。ここはもう、ブロックがないので、シュートに行く、か、どうかですね。スタミナをもうちょっと削っていくかどうか。全力ついているかな。来ました。全力つきました。お互いに全力つきましたね。ただもうこれは確実にシュートでしょう。ここが今日のポイントになるか。銀クリですね。あとはミューラー君がどうなるかどうか。はい。ここは確実に吹っ飛ばし。さあ、ミューラーくん。まあ、スタミナが結構ね、回復してますので、どうなるでしょう。まあ、シュナイダーくん、スタミナがね、だいぶ削れてますけども、545のシュート威力。はい、ただ、シュート値が4万5000超えてますのでね。これは 60.7% シュナイダー優勢です。吹き飛ばせるかどうか。これは、来たー、ガーッと弾いた。ただ、タイガーボランです。どこに出すか。これは、ポジション的にはナトゥレーザーしかないかな。後ろで、スタイン？どうでしょう。ここは今のね、弾いたってところがあれですね。ここポイントですね。で、ナトゥレーザー、ここマッチせず、これどうだろう？ブライアンが位置的にはちょっと出ちゃってるかな？オフサイドっぽいっすね。さあ、ドライブパスどこに出すかですが、後ろのスタインに戻すか？これ真ん中入れてきましたね。お、ここグランディオス。あ、なるほど。ここでブライアンが少し位置下げましたので、ブライアンに出すでしょうか。ですね。カルツクの頭を越えて、ダビの頭を越えて、ブライアン。さあ、ゴールキーパー倒れてますし、全力中なのでブライアンとても強いでしょう。属性不利ですが、これは、お、ここは、まだ、打たない。これは確実にシュナイダーまで行こうとしてるのか？やっ
ってしまった。ここは残念。これはね、シュナイダーがあれですね、回復するタイミングを見計らったんでしょうが、ちょっと残念でしたね。こういうところがですね、美学というか、しっかりと属性を考慮して、より確実に点の取れるような方法をね、取っていこうというところで、自分だったらもう多分すぐ打っちゃいます。とにかく、早めに打つっていうのをね、やっちゃうんで、入らないことが多いんですけども。さあ、ここが、延長入りましたが、交代はなし。ダビがダダダをしまして、リバウールに出していきます。リバウールと、シュナイダー待ち。まあ、シュナイダーね、ちょっとスタミナがもうあれなんで、ここで使っちゃうと終わってしまいますんで、ここは、多分ね、ノーマルのパスカットかなんかでしょうかね。はい。で、ゴールデンホークパス、リバウールから、前線シュナイダーすぐに、はい、リターンパス、タイガーブラウン。ここで、ナトゥレーザにマッチします。まあこれ一本もうマーガス行くでしょうかね。さあ出し先はどこか、ライトニングパスカットは触れない。一旦、シュナイダー行きましたね。またこれすぐにパス出すでしょうかね。うん。ただこれオフサイドっぽいですね。時矢さんちゃんと上げてますラインを。そうですね。今の完全に時矢さん読んでラインを上げてました。素晴らしいですね。はい、これカルツくん、今回もマーガスにマッチ。さあ、12分38秒ということで、ここでどこに出すか。さあ、一気に中央行くか、それとも一旦サイド振るか。真ん中行きましたね。ただ自動パスカットある。これは抜けていく。こちらも自動パスカット抜けて、ああ、終わってしまった。はい、延長後半となりました。時矢さんの攻撃ダビのボールです。左サイドスタインが、これはシュナイダーとマッチしましたね。で、タックルを封印しております。なので、ここは一旦ドリブル入れていくでしょうか。俺のフェイントでかわす。早くやろうぜ。全力で行くぜ。よし。甘いな。よし。